はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。と昨日ですね、来週末のスペースウォーク2021ウィンター東京クリスマスパーティー、略してクリパの方ですね。どこでやるかとか、どういうふうに整理券になるかということをお話ししたんですけども、メールの方が来ておりまして、分かりにくいということでしたので、もうちょっと分かりやすいようにちょっと頑張って説明したいと思います。まず日にちですね。はい、2021年12月の18日土曜日と19日日曜日、東京の四ツ谷ですね、コモレ四ツ谷タワーカンファレンスの3階の会議室、5つぐらいの会議室をお借りして、会議室の中、各出展者さんがいらっしゃいます。これでひとまず大丈夫でしょうか。時間ですね、時間もう一度言っておきましょう。18日土曜日の方は会場ですね、このスペースウォーククリスマスパーティーの方は11時から17時、そして19日の日曜日は9時から16時となっております。ただ工房節は整理券の方にも書いてあるんですけど、11時30分スタートとなります。18日の初日だけですね。多分用意がなかなかちょっと辛いので30分ずらさせていただいております。そして場所、四ツ谷どこ、はい、JR 四ツ谷、丸の内線の四ツ谷駅、そして南北線だったかな、はい、南北線があります。はい、そうですね、あの川とか、川じゃないのかな、あれは池なのかな、はい、と反対側の方ですね、そちらの方に行っていただいて、こちらのカンファレンスの方の3階となります。はい、これを見ていただければ、電車で来ていただけるかな、はい、多分電車で来られる方が多いかと思います。よろしくお願いします。昨日の動画でもあったんですけども、3階への上がってき方ですね。2階までエスカレーターで上がって、エレベーターで3階という形になります。お願いします。で、整理券皆さんにね、往復はがき出すのはこういう風になっております。一応番号は振ってあるんですけども、30分取ってあります。で、この時間内で、この30分がペンを選んでいただく時間となります。あくまでボールペン、ペンシル、そして新ケースとかを選んでいただく時間となります。この番号が振ってあるので、この時間の後に行けばすぐ見れるんだっていうのではなく、この時間内でよろしくお願いします。もちろんどうしてもね、何かの理由で遅れてきた場合は、まあ考慮しますが、まあちょっとこちらをの時間帯のその整理券を持っている方優先となりますので、もうちょっとご遠慮しながら選んでいただくような形となりますので、よろしくお願いいたします。はい、そして別で整理券ご用意しております。こちらは何かっていうと、万年筆、そして万年筆を入れるコンプロット、万年筆ケースですね。こちらとインク、工房節のオリジナルインクです。そしてそのインクのボトル、ボックス、オープナー、まあ節、オープナーと勝手につけておりますが、こちらのまず4つは
この整理券をもらっていただいて、順番になります。まあ、あと、整理券なしで見れるもの、多分、つけペンカスタムとか、まあ、ペントレイですね。ペントレイの方も多分いけると思うんですけども、まあ、ちょっと、会議室の方に行って場所を朝用意するときに、まあ、確保して、どういうふうに並べれるかにもよるので、ちょっと何とも言えない部分があります。まあ、一応頑張って並べるつもりはありますので、はい。整理券。まあ、一人二人ぐらいしか見れないと思いますので、ちょっと混むといけないので、整理券をお渡しして、順番という形で。でこちらの整理券番号の方はね、まあ、順番にお渡しするので、公募施設のツイッターの方で、今番号何番まで終わってますっていうような感じで、つぶやいていきます。ツイートしていきますので、チェックしながら、まあ近くになったら来ていただければなと思っております。はい。ということで大丈夫でしょうか。あとは何持ってくのとかっていうのは、ちょっとなるべく荷物を送る前に動画撮りたいと思います。そして土曜日の方ですね。朝から用意です。なので、ちょっと動画が撮れない可能性もあるので、どこに何があるかっていうのがちょっとわからない可能性があります。それはご了承ください。時間があれば動画上げたいと思います。はい。これで分かっていただければ嬉しいです。もうこれ以上の説明はしません。個別で来てもごめんなさい。作らせて。お願いです。時間ないんです。作らせてください。何度かこの動画で理解していただければと思っております。よろしくお願いいたします。